ぱ自分たちが主導権を握ってボールを握るという時間をね、こう増やしていくというそういうまあプランはあると思うんですけども、はい、渡り鬼監督の手腕も注目です。さあ今ゲームが始まりました。左にエンドがホームの名古屋、中には森田も上がっています。脇坂から右に、そして家永、森田のシュート、ここは横浜だ、待っているかどうか、はい、ここ斜めにスッと入ってくるんですけどね、はい、まあ、完全にこうゴールかなと思いましたけどよく戻りましたね、はい、丸山ですけど、その後に名古屋の守備陣どういくか、うん、脇坂ドリブルでいくが、山根が上がってきた、シュート、わけなくナイスセーブ、サイドバックの山根が上がってきて止めたランギラック、ここも一瞬ですね、はい、よく足残しましたね。あるいはマテウス、ここで受ける、かわして、かわす、前を向く、倒れてホイッスルはなし、ファールはありません。金崎がもう一度いる、速いボール、さあ中田に押し込めるか、シュート、シャミエル、クロスバーを越えました、チャンスを作りました。この金崎のボール鋭かったですけどね、谷口がなんとか当てて、もう最後前節のマテウスのキック、宮巻いてきた、弾きましたね、今チョン・ソンリョンもよく弾きました。またマテウスのこの精度です。直接向かってきた、チョン・ソンリョン両手でがっちり掴んでいます。先ほどは大外でシミッチに合わせてきましたけど、はい、今シミッチ中入ってますから、はい、大外には金崎です。さがここは詰めるか、ニアできました、見事でしたね。でもさすがですね、ジョン・ソンリョン、はい、家永胸で落として、さあ山根が上がってきた、マイナス、左足のシュート、ここはクロスバーの上に上がってきてました。今このサイドバックの山根のこう追い越す動きですよね、うん、はい、はい、タイミングかわします、さあ時計の針は進みまして、いいところでした。前半の43分、目線を変えた、吉田が上がる、マテウス早めのクロス、金崎決めた、前半の44分、今シーズン初ゴール、金崎に生まれました、名古屋グランパス先制。いや、いい、ここからのね、この前田のワンタッチの中へのパスと、このサイドチェンジ、はい、ワンタッチのサイドチェンジから吉田がオーバーラップして、少しそちらに気を取られた瞬間に中へのクロス、で中3枚いますし、またマテウスのこのボール非常に正確で、谷口の頭越してぴったりありましたね。ここまでこう結構金崎が左右に流れてこう起点を作る、そういうポストプレー多かったんですけども、ここは逆にパスでサイドを大きく変えて、で金崎は逆に中にポジションを取れる、そういう時間を作って、他の選手と遜色ないぐらいの存在感というのがありますよね、はい、さあ後半が始まりました。右にエンドがホームの名古屋、左にエンドがアベーの川崎フロンターレです。いいシュートでしたね、今抑えの効いたシュートでした。おそらく枠いってたと思いますね。今度は右足でクロスを上げて、パンチングランゲラック、サイドの崩しというところをやっぱ本当にまたしてもその大島が同じところでもらった、はいはい、マイナス切り返して旗手のシュート、ここは吉田に当たりました。同じような形でチャンスを作った川崎、三笘が受けてクロスボール入ってきた、レアンドロ・ダミアン、その後ろ旗手ですね、本来ですらマテウスあたりがあそこ右サイド上がってくるはずなんですけど、はい、とっとここはニアリ、レアンドロ・ダミアン切り返してシュートでいけるか、ここは丸山がよく体を入れました。
よく切り返し続いてきましたね。はい、大島旗手がヒールパス、小林が動き出すと小林に合わせた。後ろからはさらに田中碧も来ていましたが吉田、まあ、オンゴールは避けなければいけないところですが、はい、うまく対応しました吉田。キッカー大島、コーナーキック巻いてきた、マテウスが頭で当てた、遠目からのシュート、旗手、これ2本目ですね。ですけどやっぱシュート力彼あるんで、はい、まあ、でもよくシュートブロック、まもなくアディショナルタイムに入ります。表示は5分、前を向いた小林、ランゲラックうまく弾きました。ただ小林も威力のあるこのシュート、ジェジエウこの位置からシュートでいく、センターバックのジェジエウがシュートでいきました。途切れたらもう笛が鳴りそうですよね。山根が入れる、はい、ファーサイド、クロスバーを越えた。そしてここで試合終了のホイッスル、ホームの名古屋が川崎の連勝を止めました。川崎の連勝記録はここです。